あんた、確か秀一。いや、おじきが危ないって言うからさ。あんたの方が強そうだし。
助太刀を頼む。助かったぜ。ありがとうよ。だが信長様のもとへ帰るにはまだまだ手柄が足りねえ。
な証拠にもなく首となり。よっしゃー、秀千代ありがとうよ、助かったぜ。これで、槍を背負い、歌舞伎だけの俺はもういない。このまたざ、ひとたび決めた主がため、矢玉の嵐をもかいくぐり、敵を噛み裂く狂犬となろう。たとえこの身血を流し尽くそうと。